始まりました FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉。ワイター吉澤浩一と勝野聡でお送りします。今日はちょっとですね、謝りたいことが、謝りたいですね、あります。今私50歳なんですけど、 J リーグ始まった時は確か24歳かな、普通は高青年、いや高青年でした基本高青年だったと思うんですけど、10歳年下だと14歳、はい、中学生、ああ初めてスタジアムに行くみたいな子たちっていっぱいいたと思うんですよ。お子様方、僕が話したいのはね、93年の話なんですけど、93年、申し訳ないことちょっとしちゃったかなって、もしかしたら同じような行動を取ったのかもしれないですけど、まあ、行動とかとかね、ぶったとかそういうことやったんですか。やってない、やってない、なんでそう、悪い人、いやいや悪いんでしょそういうんじゃなくて、僕がね謝りたいのは、24歳、若くて、で血気盛んで、そうです、まあサッカーの話してましたけど、まあ、僕もフットボール派だったんですよ、当時ね、フットボール派だったわけですよ要は本場志向なんですよ日本人の癖して、そうすると、違うだろうっていうのがすごいいっぱいあって、なるほど、そうすると自分の考えというよりも自分の美学と、ちょっとそれ違うだろう、相反するものは受け入れられなかった、あのメガホンとかなしですよ、絶対僕の中では。当時思い出してください、トヨタカップを見れば、日本のあれは日本の応援っていうか、多分サッカーの応援そういうものだって誰かが刷り込んだんでしょうね、でそれが一つ二つだったら目立つんですけど、みんなでやったらただうるせえだけだろう、チアホンです、チアホンね、チアホンで、僕だってサッカー見に行ってチアホン吹いてましたから、数が集まって、いやもうちょっと違うだろう、こうじゃねえな、これをやってる限りはダメだなみたいな、そんな風なことを思ったら、まあお前何持ってんのみたいな、ダッサみたいな、そういうこう風潮を作るわけですよ。もうじゃあそういう子供たち見つけるとダッサって言った、いや子供には言わないです、大人にね、だって子供は、あそこ行きたいなとか、でもあそこの人が、あれかっこ悪いって言ってるよってなったら、子供使わないんですけど、なるほど、誰も吹いてなかったら、やっぱ吹きづらいんですよ、なるほど、そういうなんか雰囲気を作っちゃってごめんなさい、ああだから子供がせっかくお父さんお母さんに買ってもらったチアホンを吹かせない雰囲気を作り上げた張本人、僕です。ある映像が僕の頭の中から拭い取れないんですけど、それはね男の子じゃなくて女の子だったんです。女の子泣いちゃったんでしょ。いや泣いてはいないんですけど、このチェアホンをこう持ちながら吹けないっていうよりも、その子は感じとしては気がついたっぽく、これって新しくないんだみたいな。ああ、なるほど。で、それはちょっとその近場にいた女の子だったんでしょうね。お父さんと女の子が持ってベースボールキャップかぶってたかな。スタイル的には、そういう意味で言うとこうイングランド風でもないアルゼンチン風でもない、日本の要は浦和のクレジホールズ流の応援に思いになってましたけど、なるほど、ただまあそういう風にしてお父さんにもごめんなさいまあ許してあげてください。 J リーグ始まって意外とすぐに、とにかくブームだったんで、J リーグのことを書かなきゃいけない。でも J リーグっていうのは野球のように毎日ないので、各人からすると何かネタを探さなきゃいけないっていう中で、確か名古屋かどっかだったと思うんですけど、周りに家もあるし苦情が多くて、なるほど、でどうするみたいな話になってる時、
話も出たんだけど、はい、そんなタイミングだったんですよ、うん、映像を見ると分かると思うんですけど、チアホンの音が、うん、あるタイミングで、うん、まあ、ピタッとってくらいなくなるんですよ、うん、ほうほうほう、そこが一つ浦和レッズのスタイルが、うん、まあ、一歩また前進したとこなんじゃないかなと思う、うん、なるほどね、今なんか吹いちゃったら目立ちますよね、やりますか、やってね来ます、やりますか、あ、開幕戦の動画見たら万博ではガンバのすごいですよ、チアホンの音が、あ、そうですね、でもあの時にも、はい、まあ、ちょこっと映像映ったりしますけど、はいはい、ほぼ浦和はね吹いてないですね、うん、だって僕が慕ってたバスですもうやっぱ面白い子たちいたんですよね、カツラかぶってくる子とかね、わらびの子たちです、あ、なるほど、意外と浦和の人が多くなくて、あ、僕も4度だったでしょ、あ、なるほど、あと大宮の人と三里の人と、まあ、この2人はあるんですけど、あれ今ふと思い出したんですけど指差さん、あのブブゼラってなんだっけ、2010年の ね南アフリカ大会で、ね、日本の皆さんが、はい、あれチアホンの音がちょっと鈍いやつじゃんみたいな、うん、J リーグの応援の特徴的なのは、打楽器を使うっていうこと、うん、これ必ず言われるんですよ、うん、J リーグの応援はドラムがすごいね、うん、一つもういいんじゃないかな、 J リーグスタイルかな、うん、お、言われてみたら海外あんまりいないですね、そうですね、むしろこうイタリアなんかは当時多かったんですけど、うん、あれやっぱ時代の流行りとか、うん、あとは規制とかも多分あるんだと思うんです、はいはいはい、で太鼓って投げれるじゃないですか、はいはい、で旗竿も90年代のヨーロッパは随分ダメだったんですから、うんうん、でも最近またいいでしょ、うん、最近旗見るじゃないですか、見ますね、だつまりまあでもあの、まあ、イングランドなんかもよく言うんですけど、要は荒くれ者を排除して健全な形にっていうことを、クリーン化を目指したらスタジアムにお客さんが戻ってきたって言われてるわけですよ、ただ反面そのグルーヴ感みたいなものはすごく減ったよねみたいなことも言われてるんですね、なるほど、イングランドであれば96年にヨーロッパ選手権をやりまして、ヨーロッパ選手権の時にやる時に決まってヨーロッパ選手権をやるということで、うんうん、サッチャー政権の時から決まったんですよ、うんうん、サッチャー政権で、うん、いわゆるテラス席はダメと、うんうん、なるほど、要は立ち見席はダメで、うん、いわゆるシートにしなさいということになって、うん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 、いわゆるイングランドのゴールが、うん、テラス席がなくなってったっていう歴史がそこにあるんですけど、ただどうなっていくかというと、イングランドはやっぱお客さん増えていくんですよね、うん、まあ、今はね世界でも本当1、2を争うくらいのチケットが高い国、うん、1試合見るのに1万円くらいかかりますよね、うん、1万円以上かかるのかな、高いですね、高いですよ、ね、でもスタジアム満帆っていう、いやそれに伴って世界中から選手も集まってますからね、そうなんですよ、だから、うん、スパイラルになるのか相乗効果になるのかっていったところでは、うん、見事な相乗効果を生み出しているし、うん、まあ、リーグはね未だに過酷で、うん、まあ、一部リーグの、うん、プレミアリーグの数も多いですけれど、はい、いわゆる2部チャンピオンシップからの数は24チーム、はい、それが3プロのね、うん、で24チーム ×3 ですから、はい、そういう72チームですか、うん、が要は下部リーグだけでそれだけあるプロリーグでっていうのが、まあ、イングランドで、さあまあすごいよねって思うんですけど、プロ選手の数だけでも大変ですね、 J リーグの1900人とんでもないですね、覚えてます、 すごいね、少しは数字に強くなろうかな、頭のいい人ですね3000人ぐらいいるんじゃないですか、いやそう3000で聞きます、聞かないか、ちょっと数字の計算できなかったちょっとまあ、調べてみようかなと思いますけど、はいはい、まあ、そういうことでですね、
まあ、たくさんいろんな応援のスタイルがあって、はい、J リーグは、うん、チアフォンとの決別が一つ J リーグスタイルを作っていったんじゃないかなと、うん、なるほど。でこの辺に関しては、うん、自分の考えとか、うん、フィーリングだけじゃなくて、うん、近い将来、うん、オリジナル10の、うん、当時いたサポーターの方々をちょっとお呼びする機会を作って、うん、そこでチアフォンとの決別はいつだったのか、うん、でもその先駆者なわけでしょ。いや一応言われてますけど、うん、本当にそうだったのかは分からないので、うん、呼んでください行きますん、ね、で行きましょう。全然コラボ OK ですので、はい、よろしくお願いします、はい、コラボ OK ですっていうのはね、できるだけ、うん、サッカーを盛り上げていきましょうということで、うん、もちろん我々は J リーグ、はいはい、黎明期のサポーター第一世代ということで、うん、何か語っていくことも必要なんじゃないかなと、うん、もうちょっと振り返るっていうことは本当に大事で楽しいしね、はい、そう、結構嬉しいって出てますけど、ね、古き良き時代、うん、まあ今もいい時代なんですよ、うん、振り返ればね、うん、はい、はい、ということでですね、はい、今回はチアホンをやめちゃってごめんなさい、ちゃんと謝んなさい、ごめんなさいという、はい、そういう回でした、ございました、はい、FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、今回はこの辺でお開きに。いつもコメント高評価ありがとうございます。ありがとうございます。